四大国会議が始まろうとしているためか、心なしか緊張した表情をしている。見えんくね。はぁ、暗い場所にやってきた。よし、行くか。頑張ろう。向こう側に宝箱がある。こっちは行き止まり。まっすぐやね。なんかモンスターも何にもおらんね。出てこんのかな？ボスぐらい出てくるの。ん？こっちか。あ、こっち側ってあれじゃない？さっきあっち側やったんやろ？ってことは、ほら宝箱ある。あ、めっちゃネズミ。賢者の聖水4個。イエーイ、もらっていきまーす。なんかそろそろおりそうじゃない？あー、ほら、おる。おるって。ほら、中心に座っとるって。なになになに、人玉。これ戦うのか？おのれ、またやってきたのか。邪悪なる魔の者たち。貴様ら魔族のせいで私は全てを失ったのだ。うわ、めちゃくちゃ恨まれとる。魔族じゃないんすけどね、私ら。許さんぞ。あ、もうなんか戦闘に突入しそうな感じやね。この戦士はやはりこやつと話がしたい。一旦こやつを沈めるのじゃ。普通に考えたら話ができそうな感じではないけどね。だって確実に人間じゃないやん。口惜しい。やめてよその声。さて、あゆねをひとまず戦い、こやつを沈めるのじゃ。頑張って沈めようとは思いますが。私のすべてを返せ。範囲が広い、範囲が。やっ、いや、やったわ。めっちゃ早。一応さ、ここに向かうまでの間に、ここにっていうか、ネルセンの宿屋に向かうまでの間、前のソルティコの街で、武器とかは買い替えてきたんやけど、装備、服をね、変えたくって。ダンサーの服から変えたくって。いや、手持ちで変えようと思ったんけどさ、あのダンサーの服が一番、防御力高かったんよね。防御力、守備力が高かったけど、新しく、より一層守備力が高いやつに変え替えた。あ、ほら、もう私の名前出したよ。なんでそんなことを、もしかして戦士ちゃん、勇者ちゃんを知ってるの？やはりそうか。お主は、アーウィンじゃな。お、ようやく気づいた。ってことは、あの女の人の声の正体も分かったってことか。この有能王国の王であった男じゃ。それと同時に勇敢なるユグノアの戦士でもあった。そして我が孫よ、アーウィンはお主の父親じゃ。まさかこんな形で再会するとは。いやー、てか本当なら再会なんかできんけんね、現実なら。アウィンよ、なぜお主はこのような姿になってしまったのじゃ。話せるの普通に。わしによく顔を見せておくれ。お、話が通じている、ちゃんと。え、顔ないけど。何？これは一体。何、ブラックホール？ついに来てくれた。なんかつい最近さ、ブラックホールについての研究みたいなのを信じなかった。研究費が足りんって言ったんかな。お待ちしていました。この声には聞き覚えがある。夢で我々に助けを求めていた声だ。あの綺麗な声ね。あなた方のおっしゃる通り、彼はこのユグノア王国を治めていたアーウィン王です。こっちには姿がないんかな、声だけ。ユグノアを襲った悲劇の時、彼は闇にひるむことなく戦い抜き、正義の光を胸に立派に王国を守りました。しかし今やその光は失せてしまった。え、でも立派に王国を守りましたって守れてなくね、滅んどるよね。生きることも死ぬこともできない。え、その時はちゃんと守れとった。その方がおらんくなって滅びたってこと？
とよくわからんねんけど、ボロボロやけど、城も町も。どうかお願いします。暗く悲しい悪夢から彼を解放してあげて、彼の絶望に光を照らしてあげてください。今の声は一体。この戦士の正体がアーウィンだと分かった今、このまま放っておくわけにはいかんの。一応なんか意思の疎通はできたっぽいね。顔を見せてくれたし。しかし一体どうすれば。それ以来何も行動を起こさんけど大丈夫。あのアーウィンがまさかこんな姿になってしまっていたとはな。何としても奴を救ってやらねば。成仏させるってことか。ノーアイナよ、息子のお前ならばアーウィンを助けてやれるかもしれん。奴の声に耳を傾けてやってくれんか。また口惜しいとか言われるんじゃない。俺は16年前デルカダール王を救出するため部隊を率いてこの地を訪れた。俺もあの悲劇の場にいた一人でな。アイナよ、アーウィン様はとても立派な戦士だった。何があってもそれだけは忘れるな。え、待って待って、デルカダール王を救出するために部隊を率いてこの地を16年前に訪れた。グレイブって何歳？主人公のちょっとお兄さんぐらいな感じではないんか。遥かにおじさんということですか。わからんけどね、こういうなんか漫画だのゲームだのキャラクターの年齢設定。暗く悲しい悪夢から彼を解放してあげて。さっきの声の主はそう言ってたわね。早くアイナちゃんのパパをゆっくり休ませてあげる方法を探さなきゃね、アイナちゃん。話しかけるしかないか。ほら、あ、でも一応声はないね。あー、口惜しい。よくもエレノアとアイナを許さん。決して許さんぞ。そのアイナは今目の前にいるんだよ。ちょっと意思の疎通取れるんじゃなかったの。抜け殻となったアーウィンの中から嘆きの声が聞こえてくる。さらに近づいて声を聞いてみますか。え、怖い、何、攻撃されない。アイノは抜け殻となったアーウィンの顔を覗き込んだ。え、めっちゃ怖いやん。さっきの絶対覗きたくないんやけど、吸い込まれそう。え、吸い込まれようやない。鎧の中に。誰だい。急に現れた。新鮮な食材がやってきよったわい。何年ぶりかの。さあ、我が絶望の中に落ちてくるがよい。極上の悪夢を貴様にも見せてやろう。何？脳に話しかけてるか、直接。口惜しい。来た来た来た。もしあの日に戻れるのなら、地獄の豪華に役目ても厭わぬ。ああ、口惜しい、口惜しい。何、どこに来たん。あ、は、あれ父親やろ、真ん中におるの。過去に戻ってきた。若干主人公の色が違うね。この度は記念すべき祝杯の日にお呼びいただきありがとうございます。記念すべき祝杯の日、王に即位した日とかってことかな。ご子息のご誕生は私たちにとっても喜ばしいことですわ。本当におめでとうございます。うん、皆様ありがとうございます。本日は我が国イグノアにとって特別な日。祝杯の宴をゆっくりとお楽しみください。これは父親の記憶ってことか。あの嘆きの戦士のサマディオ、クレイモラン王、お二人ともようこそイグノアへ。いやいや、久しぶりですな、アーウィン殿。すごい、なんか完璧に正反対やね。このような盛大な宴での歓迎、感謝いたしますぞ。クレイモラン王は細くて長い。サマディ王は太くてチマッとしとる。本日の四大国会議はロトゼタシアの今後を決める重大な会議。
我が国サマディだけのけものにはさせませんからな。一つよろしくお願いいたしますよ。四つの大国の王が一堂に会するなど、わしが知る限り前代未聞の事態じゃって、それほどご子息伝説の勇者は我々にとって重要な存在だということ。本日の会議楽しみにしておりますぞ。子供が生まれてもお祝いに駆けつけるとかないん？あれかな、なんか手紙送ったりとかするぐらいかな。おめでとうございますみたいな。我が息子のため遠方から来訪していただき心より感謝いたします。四大国会議が始まる際にそういうなんか大きいイベントの時には直接駆けつけるもんかと思い言った。私は準備がありますのでこれで。こうやって信仰がある国とかやったらね。ベルカダル王はどこに？はっ、ベルカダル王は王様とお二人で城の中庭の方に行かれました。うん。あ、あと一カ国はベルカダールか。私の姿は見えてないのよね。お、話せるのか？私のような一般の兵士にもアウイン様は対等に話しかけてくださる。え、なんか普通に話せてない？見えてるの？アウイン様のような素晴らしい王の下で働けて、私は本当に幸せ者だ。うん。話せた。はい、何かご用でしょうか？ほら、話せる。あれ？気のせいか。誰かに呼ばれたような気がしたんだが。あれ？やっぱり見えてないのか？え、じゃあ、何？すごい長々とした独り言？語りすぎじゃね？独り言。脳内に収めとけ。うん、素晴らしい料理だ。誰も座ってないのに何一人だけ座ったの、ここ。どうも。兵士は微動だにしない。どうやらアイラの姿が見えていないようだ。あ、護衛かな？クレイモラン王の。各国の王が集結する四大国会議。これは一波乱ありそうじゃの。さて、お手並み拝見させてもらおうかの。カッカッカ。何お手並み拝見、怖いんやけど、なんか仕掛けてくる気？生まれてきた子を勇者として育てるなんて考えただけでゾッとしちゃうわ。私だったらその重圧に耐えられないもの。まあね、生まれた時からすごいプレッシャーよね。育てる方も育つ方も。アーウィン様は騎士として武勇に優れているだけでなく、王の聡明さも持ち合わせた偉大な方。その上、生まれてきた子供が勇者だって言うんだから、完璧すぎて何も言えんな。うわ、息苦しい。めちゃくちゃ息苦しい。あれ？サマディ王は座って食べてるじゃねえか。我がサマディ王国と同じく、イグノア王国の兵士からも騎士道精神を感じるぞ。おそらく王であり、騎士団長でもある、アウイン様の教えを忠実に守り、日々鍛錬しているのだろうな。どこの国も兵士ってそういうもんじゃないのか？サボってるのか？他の国。いやー、愉快愉快。料理はうまいし、客は各国の王族ばかり。さすがは勇士様お披露目パーティーだ。もうすぐ生まれるわしの息子にも、このパーティーに負けないくらいの盛大な宴を開いてやろう。おー。あのちょっとヘタレな感じの。あ、ここの席はいっぱいついてるね。子供？ではないんか。なんだみんなして勇者勇者と、昔の伝説にしか出てこない存在なんて、俺に言わせりゃ前つぼものだな。勇者よりも信じられるのは、デルカダール王国のグレイグ将軍だろう。彼の強さこそ真の英雄と呼ぶにふさわしい。おー、グレイグの名前が。最近世界各地に魔物が増えて苦しんでいる町もあると聞くし、なんか世の中物騒になったわ。でもユイス様が誕生されたんだから、きっと私たちを守ってくださるはず。これでもう世の中安泰ね。でもさ、ユイス様が誕生したって言ってもさ、いや、異世界から勇者が現れたとか言うならわかるけど、守ってくれるって言っても今赤ちゃんやろ？無理やろ。素敵なパーティーですわ。ねえ、赤ちゃんに頼るなよ。勇士様がお生まれになった今、ロトゼタシアの平和は約束されたも同然。これも命の大事の導きであろう。別に赤ちゃん中身がおっさんとか言うわけじゃないんやろ？アイナ様のお披露目はまだかしら。イグナ王と王妃のご子息だもの、立派なお顔をしているんでしょうね。へえ、そんなところにまでプレッシャー。今はまだ赤ん坊だけれど、いずれはこのイグナ王星王方。ああ、早くお会いしたいですわ。いやー、いずれは背負うって言ってもね、10年以上はかかるやろ。そんなに焦らなくても、四大国会議が終わればすぐにアイナ様をお披露目されるわよ。
そういえばさっき、アーウィン様がデルカダールの王様がいる中庭に向かったわ。そろそろ四大国会議が始まるかもね。でも他の王様たちは普通にここにいますよ。サマディ王とかバクバク食い寄るし。かつて世界を救った勇士様の手には、命の大樹に選ばれし者の証、竜の紋章と呼ばれる技があったらしい。そしてこれは噂なんだが、アイナ様の手にも、その勇士様と同じ技があるそうだよ。あざ。お、ないぞ。あた、これね、あざ。手のあざ。いやね、眉唾者って言われてもさ、生まれた時から手にこんなあざがあるってもうね、くくりずにおかしいやんね。勇士様早く見たいわ。よし、じゃあ私も中庭に追いかけに行きますか。中庭ってことはあそこか。二階にも中庭があるんだな。デルカダール王、ロー様。ローもおりやん。そろそろ四大国会議を始めましょう。お二人とも準備をお願いいたします。ローから話を聞いたぞ。そなたの息子があの勇者の生まれ変わりとはな。はい。息子は四大国会議の場で皆様にお披露目するつもりです。こんな大勢の方に祝福していただいて、改めて実感しました。やはり勇者は我々にとって希望の光の。どうした？話は後ほど聞こう。先に会議室へ行っているぞ。自由だな。デルカダールの王様だけあの大広間におらんかったっけ。勇者はロトゼタシアの命運を左右する重大な存在だからな。みな思うところがあるんだろう。ねえ、そんな環境で育つの嫌やな。そろそろ時間だ。ねえ、のびのびと育ちたいよね、子供やエレノアの部屋に行ってきておくれ。預かりに母親は一緒に参加せんの。まああれか、生まれてそんなに経ってないんやとしたら体を休めるのか。赤ちゃんも休ませてあげてくれる。どうも。アーウィン様とロー様、それにデルカダールの王様が階段を登っていかれた。ついに3階の会議室で4大国による話し合いが行われるのね。一体どうなるのかしら。すっごい説明口調。独り言よね、今の。どういう独り言？もうまたいなくなっちゃったわ。まああのくらいの年の子には王族の宴なんか退屈よね。ただでさえデルカダール王女のマルティナ様はおてんばで有名だし、本当にどこ行っちゃったのかしら。マルティナ、そっか、マルティナってデルカダールの娘？あの王様の娘だったんやっけ。だいぶ年いってから生まれた子なんやね。3階。あのおばさんが話しよったってことはこっちからってことかな。まあ、どっから行っても一緒やろうけど。多分。会議室。どこ？何窓の外見てんの？あれが最近妙な光を放っている勇者の星か。なんだか不気味な光だな。せっかく勇者様が誕生してお祝いムードだっていうのに、不吉な前兆じゃありませんように。でも、勇者が誕生してさ、勇者の星が、ってことは、いいことの前兆なんじゃないん？普通に考えたら違うん。よく見えるね。何も見えんよ。全く見えんけど。お、こっちにも。神父様？アイナ様、お披露目、びっくりした。話しかけられたんかと思った。アイナ様お披露目会で司会進行を頼まれたはいいが、なんだか緊張してきたな。よし、こんな時こそ初心に帰って、毎日教会でやっていることを思い出そう。それでは、ご本。ねえ、何？あ、一人ごとで練習？なるほどね。頼もしき神のしもべよ。我が教会にどのようなご用じゃな？いや、大丈夫です。あ、大丈夫です。あ、この、ここか？もしかして。まったくお前は何度言ったらわかるんだ。エレノア様のお部屋は向こうの扉を来て左に曲がった先だ。もうすぐアーウィン様も来られるからな。おー、助かる説明。扉を開けて左に曲がった先ね。すみません。自分新入りなものでありまして。いや、助かるよ、私が。待って、こっちで話しかけても一緒なんやね。はい、じゃあ行きまーす。この扉を入った先ね。あ、玉座の間。待って、大臣に話聞こう。ちまっとしてるね、相変わらず。
老様が熱心に読んでおられたのは、イグノアに古くより伝わる老子戦記。あの本に書かれていることといえば。いやいや、いかんいかん。アイナ様の誕生を祝うめでたき日に、余計なことは考えないようにしよう。すごいうろうろしよるけど。なんだ、大丈夫なのか？一応ちょっとこっちの部屋も覗いとこうっと。ね。ストーリーに関係あるところは後からで。まあでも別に何もなさげかな。あ、誰かおる、メイドさん。まあやだ、ロー様ったらまた新しいムフフ本をベッドの下に隠してるわ。ほんとや、隠しとる。ちゃんとあるね。この間エレノア様に全部見つかって募集されたのに、まったくもう、ブツブツ。え、娘が父親のエロ本処分したりするん。奥さんとかならあれやけどさ。別に放置しとけばよくない？別にね、持っとくの悪いことじゃないし。王と王妃の部屋からまた笑い声が聞こえるな。あー、癒されるな。いいね、なんかほのぼのした感じやね。アイナ様が生まれてから王子様はとても幸せそうだな。すっかり母親の顔になられて。この先よね、部屋。王と王妃の笑い声で幸せな気分になる兵士いいね、なんか。全体的に平和で。お、赤ちゃんの声。マルティナ、ここにおるよ。こんなに小さいよね。ここにいますけど。あれ、王様？エレノー様、この子に触っていい？てかマルティナも結構な年の差？ね、だいぶでかいよね。小学生ぐらいあるんじゃない？この子ったら。マルティナのことを好きみたいね。どれ 2,3 年生ぐらい遊んでほしいって言ってるね。ゆけん10近く離れてそうな感じ。そんなにじゃないかな。この子は 4,5 歳ぐらいなんかな。現実世界でこれだけでかかったらね、それぐらいいってそうな気がするけど。この子が大きくなったら、これは2次元やけん、いかなる困難も乗り越える多少でかく見える感じにしとるかもしれん。たくましい子になってほしいわ。エレノア様に似たらみんなに優しい子になるわね、きっと。しかしみんなからなんか疎まれる感じになってるんですよ。世界中が落ちてしまったし。なんか急に雨降ってきたね。まあ、さっきから別に天気良くなかったんかもしれんけど、外が見えんけんな。さあエレノア、もうすぐ四大国会議が始まるよ。その子をこちらへ。これから行くところは怖いおじちゃんがいっぱいだけど、何があってもパパが守ってあげるからな。まったくあなたったら、そう強く抱きしめたら苦しいじゃないね。えめっちゃ天気悪いな。今日みたいな特別な日に急にこんな天気になるなんて。私さっきから何か胸騒ぎがして。何、この日に何か起こるの？エレノは安心してくれ。何があっても君とこの子は私が守るから。めっちゃ最悪やん。アーミン様、私はすごい、なんか家族の一員ぐらいなじんでない。マルティナのお父さんは強くて勇ましいベルカダローだ。完璧に自分のお父さんにしよるぐらいな感覚やけど。私より頼りになるよ。さっきアーウィンもなんか頭撫でよったし。さて、会議が始まる時間だ。私はそろそろ行ってくるからね。エレノア、後のことは頼んだよ。後のことってなんだろうか。休むだけじゃないのか。行ってらっしゃい。マルティナはまだここにおるんやね。ボーイ。そこに誰かいるの？どうしたの、エレノア様。誰もいないわよ。あら、気のせいかしらね。あの子のアイラの気配を感じるなんてすごいね、母親。今はアーウィンと一緒に会議室にいるはずよね。今日はアイナにとって大事な日なのに、私が不安がってちゃダメよね。こんな時なんだからしっかりしなくちゃ。別に、
やっぱり今日何か起こるんかな、嫌やな。ね、みんながなんか幸せな雰囲気に包まれてる時に、一気になんか、絶望の淵に落とされる。絶望の淵に落とされる？立たされる。いよいよ四大国会議が始まるが、お前まさか会議室の場所を忘れたなんてことはないだろうな。お、説明してくれそうな感じ。バカにするなよ。会議室は玉座の間を出てまっすぐ行った先。忘れるわけがなかろう。はざーす。はっはっは、万が一ということがあるからな。王たちのみんなに変わったら、すぐにそこに駆けつけるんだぞ。何もないことを祈って。お、いや、おるわ。大臣おらんなったと思ったのに。普通におった。玉座の間を出て、まっすぐ。まっすぐ進んだ先。あそこの扉ってことやね。あ、なんか一人増えてね。大丈夫です、先輩。自分警備の仕事なら誰にも負けません。ドーンと向かせてください。ドーンと。なんかあれよね。一番身長高いけど、可愛い感じよね。もうすぐ四大国会議が始まるから、警備をさらに厳重にしろとの命令だ。お前たちもしっかりやってくれよ。こっちが先輩ってことやろ。お前そんなこと言ってこの間、警備しながら居眠りしてたくせに、全く口だけは達者な奴だな。立ってる意味。警備員立たれとったらめっちゃいい。立たれとったらじゃない。眠られとったらめっちゃ嫌やね。何も安心できんやん。四大国会議が始まろうとしているためか、心なしか緊張した表情をしている。見えんくね。緊張した表情は見えんくね。どうした、心の目で見えてんのか。四大国会議で一体何が決まるのか。なんだか落ち着かないな。なんかそんな重大なことが決まるの？いよいよ始まるのか。今日という日は歴史に刻まれて重要な日となるだろう。ねえ、何を決めるんやろ。お披露目会じゃないの？あゆなの。あ、ここでなんか急に雨が見えるな、窓から。あの子が、そうなのか。ほら、めっちゃ見える。さっきまで全然見えんかったよ。何？ここの部屋以外全部すりガラスとか？あのあざがある。間違いあるまい。うわぁ、くっきり。かわいいな。暗黒の深淵にたゆたう邪悪の神。凍てつく黒き闇をまといて、母なる大樹に迫りし時。光の紋章を携えし勇者、聖なる剣で邪悪の神を打ち、閃光となりてロトゼタシアの地を光で照らさん。老主戦記、終わりの歌か。ああ、大臣がなんか老が読みよったとか言ったやつ。すげえな、暗記しとんや。邪悪の神は古の勇者によって滅ぼされ、世界は平和になったはず。しかし春はあけぼの、以前に比べロトゼタシア各地に魔物が増えたこと、皆も気づいておろう。アーサーを率いるバンデルフォン王国は邪悪な魔物に襲われ滅びたと聞いています。おお、ここで名前が出てくる。うん、すぐ近くよね。このような事態の中、勇者と同じあざを持つ赤子が生まれた。そこはもう滅ぼされたんや。これが何を意味するのか。え、結構近くなかった？聡明なる王たちの見解を問いたいと思う。と聞きますとかじゃなくて、実際に魔物が群がってるのを見えるんじゃないかぐらい近かったような気がするけど。地上からだけじゃないやろうしね、来るの。よく一緒に滅ぼされんかった、ね、邪悪な神だとか魔物が増えたとかいろいろおっしゃいますがね、どんなに不穏な影が世界を覆うとも、こうして伝説の勇者が誕生したのですぞ。勇者がいる限り、この世界の平和は約束されているではありませんか。そんなことを勝手に決めつけられましても。まだほら、なるほど。父親の隣ですやすや寝よるだけの赤ちゃんなんやけん。平和は約束されるか。ロードのも人が悪い。先ほど語った老主戦記、
肝心な部分が抜けておったようじゃが。始まりの歌、老主戦記の第一章、勇者の誕生が記された序言だ。生命を紡ぐ命の大樹、その息吹より生まれし光の勇者。勇者の光、尽きることなきまばゆさで、果ては漆黒の影を生み出さん。影の名は混沌を滑る邪悪の雷。え、勇者が漆黒の影を生み出すって、名剣悪魔の子ってこと？それでは伝説の勇者自身が邪神を誕生させたと。夜の暗闇がなければ星が輝けぬように、光がなければ闇も生まれない。太古の昔より定められた摂理じゃって。ってことは勇者が生まれた剣、光と闇は常に表裏一体。勇者の誕生は命の大樹の封印か、邪神の目覚めの暗示か、果たして生まれたか復活したか知らんけど。言葉が過ぎますよ、クレイムラン王。勇者が悪と同等の存在などと。勇者が良い存在だとなぜ言い切れる？この人穏やかそうな人かと思ってけど、不吉な影は魔物だけではないぞ。最近になって夜空を輝く勇者の星が鈍い光を放つようになったじゃろう。ご子息の誕生と同時に起きた異変じゃ。なぜそれを不吉と言うんだ？なんということ！ほら、泣いたよ。わしにはおじさんたちがいじめる剣。まがまがしい輝きの中、勇者の星が歌うロトゼタシアを混沌へ導く破滅の歌が。てかさ、一理あるな。赤ちゃん寝かしとるやつ、サイズぴったりすぎん？もうちょっとなんか余裕持たせるんじゃない？あんなぎゅうぎゅうなもん。出るかだろう。緩やかに、だが確実に、世界には禍々しい足音が近づいている。その兆しが各地で起こっているのは真実だ。我々は上に立つ者として、ロトゼタシアに住む全ての民のためにその元凶を絶たねばなるまい。お披露目会があるって言ってけんさ、がもっと和やかな雰囲気になるかと思ったら、めちゃくちゃなんか険悪な感じやん。それが伝説の勇者であってもな。それはこの子を亡き者にしろ、そう言っておられるのでしょうか？息子が生を授かる直前、命の大樹から聖なる光が発せられ、夜明け前の空をまばゆく照らしました。その直後、その光に共鳴するように光り輝くあざをその手に携えたこの子が生まれたのです。この子はまごうことなき伝説の勇者、大いなる闇を晴らす力として、命の大樹が与えてくださった希望の光です。お父さんかっこいいね。光と闇は表裏一体などではない。命の大樹の申し子である勇者の聖なる光は必ずや闇を消し去る。私はそう信じます。いや、期待がすごいな。こんだけみんなに責められたらさ、より一層なんか強い信念を持って勇者を育て上げそうな気がするんよね。プレッシャーが。よくぞ言った、プレッシャーがすげえ。もしも我らの意見に賛同していたら、即刻勇者を引き取るところだったぞ。え、何？どういうこと？ドッキリ？めっちゃ嫌なドッキリやけど。勇者を引き取る？引き取るって何？亡き者にするんじゃなくて？勇者は命の大樹の意志、我々に与えられた光の力だ。全力で守らなければなるまい。
ちと意地悪が過ぎたかの、うん、お主の誠の心を知りたかったんじゃ。許せ、アーウィン殿。みんなして。みんなして、ドッキリか。我が国は勇者への支援を約束する。その子が16歳になった暁には、デルカダールで修練を積ませよ。16歳って、今か？勇者にはいち早く我々を導く力をつけてもらわんとな。デルカダール王、ミラさん、ありがとうございます。デルカダール王めっちゃでかいな。手の大きさも一回りぐらい違う。あ、これにて一件落着ですな。まあ私はこうなると思ってましたがね。サマリー王だけ何も知らされてなかったな。やっぱ何はぶられとん。では結論は出たようだな。我らの心は一つとなった。寝てたんじゃないの？大丈夫？全ては命の体重の導きのもとに。さあこれで四大国会議はしまいだ。勇者を待ちわびている者たちにその子の顔を見せに行かれよ。お披露目会、はい、デルカダール王、ありがとうございます。それでは皆さん、長々とありがとうございました。四大国会議はこれにて。え、何に嫌な感じ。え、このタイミングで今からお披露目会なんよ。楽しい会が始まるんよ。皆様、お逃げください。楽しい会始まらねえ。魔物が我が城に。